地元美容香里です。今日も歯石めっちゃついた患者さん来てくれはったんやけどさ、このカルシウムの塊歯石っていうもんはやな、ガッサガサについてくれんのよ、でっこぼこ。せやからそこにバイ菌が住んでいくわけよ。そのせいで歯茎の際のところにつくから歯茎がやられてしまうのよ。バイ菌ずーっと乗っかっててみーな、そらたまったもんやないで、炎症起こるっちゅうねんな。若い時はいいで、子供で歯石ついてんねん、歯槽膿漏、歯周炎なんてことはなれへんねん。っていうことは歯茎のバイ菌をやっつけてくれてんのは自分の免疫なわけよ。子供の頃に比べて大人はどん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 やっぱり下がっていくやんか。そやのにバイ菌同じようにつけてたらどうなるよ、負けるよな。そうなって歯茎がやられてくんねん。炎症が起こるっていうことは腫れたり血が出たり痛みが出たりするわけやねんけど、この血が出るっちゅうのがクセもんやねん。歯磨いた時血出るっていう人おる？これめっちゃ気付けなあかんで、ね、血出てるってことは血管が破れて血が出てんねんな。その血管の破れたところにバイ菌が入っていってやな、一瞬で全身を駆け巡るんよバイ菌が。えらいこっちゃで、心臓に行ったら心筋梗塞を引き起こす、脳まで送られていったら脳梗塞引き起こす、高血圧の人、それから糖尿病の人とかいろんな病気を悪化させよるわけよ。だから歯周病っちゅうのは気付けなあかんのよ。命に関わる病気やねんで、ここから血出てるだけと思ったら大きな間違い。バイ菌を溜め込んでる巣になる歯石は取らなあかんちゅうこっちゃねんな。歯の裏黒くなってたやんか、あれ着色してんねん。あの着色っていうのはガサガサしてるから余計に着色もついてくるわけよ。歯石も歯と歯の間からボロンって取れてたやんか。あんな塊でついとったら当然歯と歯の間っていうところに唾が通っていけへんわけやんか。唾が通ったらこれ掃除になってんのよ。唾液っていうのは口の中を洗ってくれてんねんな。それを通り道を歯石で塞いでるわけやから、歯ぐきやられる、歯周病なるっちゅうねん。バイ菌がいっぱいついてくるってことは歯を支えてるはずの骨、バイ菌中いっぱい歯ぐきの中入ってきよったってなったらやな、骨はぶつかりたくないから歯を支えてたはずの骨がなくなっていく、グラ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 してくる、歯抜ける、怖いやろー。なのでちゃんと歯周病をコントロールする、歯周病を食い止めるっていうことをちゃんと歯医者さんでやってほしいなと思ってます。みんな歯医者に検査しに行ってよ。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またね。公式 LINE に登録していただいたら綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために私が監修しました虫歯予防のためのPDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたらセルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。